オーフォート鉄道は、スウェーデンのルレオとノルウェーのナルビクを結ぶ路線である。本来は、ナルビクから、スウェーデンの国境駅までのノルウェー側約 40km の路線の名称だが、便宜上スウェーデン側のマルムバナンを含めて説明する。ノルウェーとスウェーデンで最も北にある鉄道路線であり、ムルマンスクニケル鉄道が開通するまでは、世界最北の鉄道路線であった。 キルナ鉱山で産出される鉄鉱石を輸送する目的で付設され、1888年にルレオからイエリバーレまでが1902年には全線が開通し、1915年にキルナから国境駅までが1923年には全線が電化された。第二次世界大戦においてナチスドイツが北欧侵攻を実行したのはこの鉄道が輸送する。 鉄鉱石を確保するためだった。マルムトラフィークがスウェーデンの国営企業ローコップが再興する鉄鉱石の輸送を行っている。ルレオあるいは不登校なるべくから輸出するための輸送路として極めて重要である。大重量の鉄鉱石を扱うことから軸重30トンに耐えるように設計されており、68両で総重量8600トンを牽引できるイオレ。 ガタ機関車が配備されている。鉱席列車は通年昼夜を問わず運行されており、貨物の総重量は年間1590万トンで、ノルウェー全体の過半数を占め、わずか40キロメートルという距離で、ノルウェー全体の2割に当たる6.9億トンキロメートルという輸送量になっている。他に、オフォートブノンとカーガネットが一般貨物を扱っている。特に、 アークティックレールエクスプレスは、ナルビコスロ間の貨物をスウェーデン経由で直送しており、南へ魚介を、機体は様々な食料品を運んでいる。基本的には、スウェーデン国鉄が旅客輸送を担っており、ストックホルムから直通の夜行列車も通っている。ノールランストーグは、スウェーデンの国有鉄道網を南北に縦断して、走る夜行列車である。国鉄時代には、 ノードパイロンと呼ばれていた。南側はヨーテボリ、またはストックホルムから北部のルレオ、またはノルウェーのナルビクまでおよそ18時間かけて運行している。以上の急行や行列車に往復のほか、ウメオルレオ間、ルレオナルビク間、キルナナルビク間の区間運行をする昼の列車が一往復ずつある。1968年から1980年代までは、 コッペンハーゲンの対岸丸目からメーラレンコの西側を北上し、ルレオを経由して、なるびくまで走る列車があり、これはストックホルムを通過していたものの最長の経路をたどっていた。もともとスウェーデン国鉄が運営していたが、2000年1月10日にタグゴニットに、その後2003年6月15日からはベオリアトランスポールに運営が移り、 さらに5年後の2008年6月15日からは SJAB の子会社である SJ ノーランドシュタグ AB が運行している。ラップランストーグラップランストーグは2008年から2010年の夏季にベオリアトランスポールが運行していた臨時夜行列車である。2008年にノールランストーグを国鉄に取り戻されたため運行を始めたが3年間で廃止となった。 コッペンハーゲン対岸の丸目からナルビクまで全行程はおよそ28時間 2147km に及び、これはヨーロッパの長距離列車でも最長の部類であった。丸目を金曜午後に出発し夜にストックホルム・プサラに停車した後はいくつかの路線分岐駅に止まるだけで翌日の午後に北極圏に到達、イェリマーレ・キルナービスコ国境駅に停車し、 ナルビクへの到着は土曜の夕刻だった。梅をやるレオは経由せず、それぞれ途中停車駅のベンネスやボーデンからバスが接続していた。キロは日曜午前中にナルビクを出発し、ストックホルムには月曜朝に丸目到着は午後だった。2008年2009年は丸目から週1往復の他に、ヨーテボリからも別の曜日に1往復運行されていた。 2010年は、丸目ではなくコペンハーゲン出発に変更された。ありがとうございます。